開会式を行います。大会に先立ちまして、タイガーウィーク会長中野教師よりご挨拶させていただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。毎年恒例となりました、第5回5割福島クラスリースパーク大会、そしてまた今年もこの素晴らしい天気の中でやれること、本当にありがたいと思います。大会あのスタッフ、愛車組合の皆さん、観光協会の皆さん、本当にご理解いただきまして、毎回この素晴らしい会場をお持ちいただきましてありがとうございます。たくさんの人も先生方にお会いさせていただいてありがとうございます。この天気の中で毎年言いますが、選手、本当にスイムとか、自己管理になってますので、あと、来てくださる皆様も非常に暑いので、水分補給とかしてください。あと、大変申し訳ないですけど、この正面のテント、ちょっと、本当にいい天気になりました。皆さん頑張ってやってくると思いますので、応援の方よろしくお願いします。はい、続きまして、ご来賓の方々にご挨拶頂戴します。はじめに衆議院議員長坂康政さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。地元の衆議院議員の長坂康政でございます。もう5回目になりました。中野宏会長の本音折りで、この素晴らしいスパーリング大会、今日ももう暑いぐらいですね。おめでとうございます。あの富士祭りの中でのこの非常に素晴らしいイベントであります。そしてまた今日は皆さんよくご存知の内藤さんも駆けつけていただいてます。最近はいじめ撲滅とかバラエティでご活躍でございますけれども、どうぞ素晴らしいエネルギッシュなスターリングがあると思います。どうぞ皆さん惜しみない声援をお願いいたします。おめでとうございます。はい、続きまして愛知県議会議員中野博さん、よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。今年の富士は最高です。いつもこのスパーリング大会があるときはほとんど富士の花は散ってます。今年はまだ5分か6分先ぐらいですから、この連休は十分楽しめるかと思います。そしてこれ第5回のスパーリング大会なんですが、毎年いい天気、本当に見ていただいても最高の日だと思います。そして今日はちびっ子たちもスパーリングをしますが、その子供から内藤選手みたいに世界チャンピオンが生まれるかもしれません。皆さん応援してあげてください。終わります。はい、続きまして静かどうします。皆さんこんにちは。ご紹介を賜りました前回静かアポロであります。もう5回目ということで、このスパークリング大会のご盛会、ご盛会おめでとうございます。本当に毎年いい天気でございまして、中野会長のご尽力、また関係者の皆様方に感謝したいと思います。去年今年くらいでしたっけ、田中康生選手が出てる前にで、この会を今日また内藤さんのところがあるんですか。ないですか。残念ですね。でもね、いろんな形でですね、皆さん練習の成果を十分に発揮して頑張っていただきたいと思います。美味しいものもね、観光協会の皆さんいっぱいございますので、どうぞ一日皆さんゆっくりと楽しんでください。おめでとうございます。はい、続きまして愛妻師匠日永高明さん、よろしくお願いします。改めましておはようございます。ご紹介いただきました愛妻市長の日永隆明と申します。本来であれば対馬市長が来て挨拶しないといけないと思いますが、対馬市長より私の方が多分
選挙があったばかりですので私の方が有名ですので私が代わりに挨拶をさせていただきます。そしてあの中野会長は愛西市民でございますので、1週間前の私の市長選挙の時は投票も行っていただいていると思いますので、また中野ジム皆さん方、ぜひ入会をしていただいて、しっかりとスポーツ親しんでいただきたいというふうに思います。本日は本当に盛大に大会おめでとうございます。終わります。はい、続きまして津島議会議員長尾美代さん、よろしくお願いします。皆さんおはようございます。中野会長とはちょっと縁がありまして、彼は旧鞘町で愛妻市の生まれでございます。そして、スポーツを通じて青少年の育成に頑張ってみます。私も力ないんですが、応援してきますので、これもこういうね会をどんどん応援していただいてですね、青少年の育成に頑張ってもらいたいと思います。よろしく、おめでとうございます。はい、続きまして愛西市議会議員大野さん、私からも、おはようございます。今ご紹介しました長野会長、愛西市に地域貢献にまた県外市としてもこう活躍をしていただきます。こういう形で社会貢献を常にやっておられる人が素晴らしいなと、また今日皆さん一日楽しんでいただいて、地元愛西市の中野会長をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、続きまして阿波市議会議員加藤隆さん、はい、皆さんおはようございます。私隣の市から来ました、はい、阿波市議会議員加藤隆です。皆さん今日はスパーリング大会ということで、この宣伝館が思う試合ができるんじゃないかなと思っております。スポーツマンシップに乗っ取って、夜の練習の成果を出していただければいいかなと思います。どうぞ、よろしくお願いします。はい、最後に、我ら長野博史会長と戦いました第36代 WBC 世界フライ級チャンピオン内藤大輔さんです。お願いします。これにて開会式を終了いたします。はい。